皆さんこんにちは。2024年5月6日、日本のボクシング史に残る一大イベントが東京ドームで開催されました。バンタム級の世界4団体統一タイトルマッチで、王者の井上尚弥選手が挑戦者ルイス・ネリ選手と対戦したのです。東京ドームでのボクシング開催は1990年以来34年ぶりで、4万人を超える観客でいっぱいになる盛況ぶりでした。試合は激しいスタートとなりました。ネリ選手が先手を取って距離を詰め、フックを決めて井上選手を斬新にダウンさせます。しかし井上選手は2ラウンド目で左フックを返して早々にダウンを奪い返しました。そして6ラウンド目、ネリ選手の顔面にストレートを捉えて追加ダウンを奪い、 TKO での勝利を収めたのです。この勝利により井上選手は日本人ボクサー史上初の4団体統一王者としての防衛に成功した。画期的な一戦となりました。東京ドームを埋め尽くした観客の前で井上選手の偉業が現実となった歴史的一夜でした。この試合に様々な賞賛とコメントが寄せられていますが、特に話題を集めているのは元世界3階級制覇王者のジョン・リルカシメロ選手です。ジョン・リルカシメロ選手はこの試合に対して、もしリング上で対戦していたら結果は違っていただろう、俺がお前を殴ったらお前は白目を向くだろうと語っています。ジョン・リルカシメロ選手が井上選手の試合を観戦する模様を SNS の動画で公開しています。フィリピンメディアファストブレイクは、カシメロが日本の王者井上のダウンを目撃して嘲笑と題する記事を掲載し、元世界王者のカシメロは日本のライバルがキャリア初のダウンを喫したのを目撃した後、井上尚弥をからかった月曜夜のスーパーバンタム級タイトルマッチの1ラウンドで、井上はネリの左カウンターパンチを受けてキャンバスに叩きつけられた。以前から井上との対戦を希望していたカシメロはこのダウンをテレビで目撃して大喜びする動画を公開したと報じています。 X 上の日本人ファンの間でもジョン・リルカシメロ選手のリアクションは話題になっており、なんでモンスターのダウンでここまで喜んでんのよ、毎試合ちゃんと見てるのもはや大ファン、めちゃくちゃ嬉しそう、毎回 KO を見て引くのおもろい、相変わらず反応が素直などとコメントが集まっていました。かねてジョン・リルカシメロ選手はモンスターとの対戦を熱望し、これまで何度も井上選手を挑発しています。バンタム級時代の2020年4月には予定されていた両者の対戦がコロナ禍で中止となった因縁もあります。ただすでに井上選手は9月の次戦で IBF&WBO1 位のサム・グッドマン選手と対戦することが決定的。それ以外にも WBA1 位ムロジョン・アフマダリエフ選手も対戦候補に控えています。現状ではジョン・リルカシメロ選手が対戦相手となる余地はなさそうです。今回の井上尚弥 VS ルイス・ネリの一戦はネリにとって汚名返上のチャンスでした。2018年に軽量失格という愚行を犯し、日本で最も嫌われるボクサーとなっていたネリ選手、今回は4団体統一王者の井上に挑戦できる絶好の機会に恵まれました。ネリ選手はこの試合に対し強い決意を持って臨んでいました。ファイトマネーは過去最高額とみられ、チャンピオンよりも高額報酬を得られたと推測されます。長年待ち望んだ相手井上選手との対戦はネリ選手にとって念願の試合だったのかもしれません。準備期間中、ネリは悪道ぶりはなく本気で臨んでいました。米国を拠点に長期間の調整を重ね、極秘の最終調整を行っていたそうです。さらにスパーリングパートナーとして有望なライト級選手を帯同するなど手は抜いていませんでした。一方の井上選手は試合前からネリ選手に多くの隙があると分析、全て想定内と語り、ネリ選手を最強の相手とは見ていなかったようです。試合の経過としては1回の開始1分40秒でネリ選手の左フックが井上に命中し、キャンバスに突き落とされる一幕がありました。しかし冷静さを取り戻した井上選手はジャブとボディブローでリズムを崩し、2回にはネリ選手をダウンさせています。3回以降はスピードと実力の差があらわになり、ネリ選手は手数を増やせず大振りのパンチが空を切るばかり。
5回に2度のダウンを喫し、さらに6回で決定的な一撃を受けてフィニッシュとなりました。試合後、ネリ選手は控え室からメキシコの母親に電話をかけ、フルトンは一度で倒されたが自分は立ち上がって戦い続けたと伝えたそうです。目には涙が浮かび、腎臓の痛みもあり、記者会見を欠席して病院に搬送されました。一方の井上選手は、敗れ去ったネリ選手に対し感謝の気持ちで握手を求めたとフェアな対応を取りました。試合前はネリ選手へのブーイングが起きましたが、試合を経てファンからはネリ選手に握手を求める光景も見られました。悲願の対戦相手だった井上選手を迎え撃つ姿に、徐々に人々の評価は変わっていったようです。この一戦を通してネリ選手は完全な汚名返上は果たせませんでした。しかし世界最強の相手に勇敢に立ち向かった姿は高く評価され、一定の汚名返上は成し遂げられたのではないでしょうか。今後ネリ選手はさらなる飛躍を期し、再びチャンピオン獲得に向けた挑戦を重ねていくことが予想されます。過去の挫折をバネにステップアップを遂げてほしいものです。一方の井上は自身の実力の高さを改めて証明することができました。世界最強との呼び声の高かったネリ選手を下したことで、井上選手の価値はさらに上がったと言えるでしょう。今回の手応えを踏まえ、今後はさらに上を目指す必要があります。自身の価値をさらに高め、世界最強の称号を確かなものにしていく必要があるのです。まだ可能性は多く残されており、ボクシングファンすべてが井上選手のさらなる飛躍に大きな期待を寄せています。今後はネリ選手との一戦の手応えを最大限に生かし、さらに高みを目指してほしいところです。一方でネリ選手にも再びチャンス到来することを願っています。過去の汚名を完全に払拭し、堂々とした王者の風格を身につけることを期待しています。ネリ選手が王座に返り咲き、そして井上選手が世界最強の称号をさらに確かなものにし、そんな熾烈な競争が繰り広げられることをボクシングファン全員が望んでいるはずです。今回の一戦は両者の飛躍に向けた重要な一里塚となりました。この経験を糧にお互いにさらに高みを目指してほしいと思います。ボクシングの発展のために2人の躍進は欠かせないものとなるでしょう。そして井上選手とジョン・リル・カシメロ選手が対戦する日も待ち遠しいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。